始まりました。トライアングルでございます。始まりました。 MC の石尾哲也です。よろしくお願いします。はい、そしてアシスタント MC を務めます青にゃんこと空の青空です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがたく、はい、この番組はですね、アイドルグループ3組による挑戦型のバラエティ番組でございます。はい、トライアイドルなので様々な企画に挑戦していただき、バラエティもできる、やってやるというように成長できるようにボンボっていきましょう、はい、それでは一組ずつ自己紹介をお願いします。はい、ててどうぞ。はい、私たち渋谷で会える清楚系アイドルユニットスクランブルです。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではお座りください。そして、はい、皆さんこんばんは。私たちボバップです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お座りください。そして、はい、私たち日々これ口実日々これです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お座りください。ということでございますけれども、はい、ね、今日はね、アシスタント MC ということ で、はい、でこの新人アイドルたちの、まあ、先輩お姉さんとして、ね、そうですね、見守っていただきたいんですけれども、はい、これ会ったことあるグループとかいます？一緒に仕事したことある、共演したことあるという、なんかあのそれぞれと、うん、あの番組で一緒になったり、例えば、はいはい、ボバップさんだったらカノンちゃんとか、うん、ね、アニメデル TV みたいな感じの、うん、ところで一緒になったりしてたんですけど、はいはいはい、何気にあの初めてお話しする子も多かったりするから、はいはい、今日はちょっといっぱい接触していけたらなと。接触ってのはおかしいですよ。もう目線がオタクですから、接触っていうのは思っております。なるほどね。さあ、それでは一組ずつね、ちょっと聞いていきましょう。じゃあ最初スクランブル、はい、はい、バラエティとかどうです？いや、初めてね、なんかもう緊張しててよくわかんないんですけど、うん、そう、可愛かったですよ、ね、裏でもすごい緊張しながら、うん、なんかこう一緒にね、いろいろ MC 合わせたりしてたのがすごい可愛かったんで、はい、優勝だと思います、はい、優勝ですか、はい、なるほど、もう優勝してるという、はい、さあ、そしてボーアップはどうですか、はい、バラエティとかは初めてだね。初めてです。え、そうなの、はい、初めてです。初めてです。めちゃめちゃ緊張してます、ね、嘘つき、本当めっちゃ本当ですよ。そう、もう全身に鈴がついてるお姉さんが全部面白くしてくれるから大丈夫ですよ。めっちゃ助かります。さっきめっちゃ接触したんで、あなたも接触してるの、ね、はい、繋がりましたので、はい、繋がりました。はい、そして日々これはいいでしょう。 CM に行きます。待ってください。日々これちゃん、待ってください。はい、トライアイドルをお送りしております。はい、それでは早速最初の企画いきましょう。最初のこちらでございます。ジェスチャーで揃えてみよう。イエーイ、はい、お題に対して皆さんが思うポーズをジェスチャーで揃えていただく企画です、うん、各グループ代表者3名に出ていただき、うん、お題に対して瞬時にポージングしてください、うん、全員揃えば成功です。協力して成功できるように頑張りましょう、ね、じゃあちょっとどんな感じでやるかというのを、じゃあまずちょっと、じゃあ全員でやってみましょうか、はい、そうですね、はい、うんうんうん、じゃあ前の列の子だけでいいか、じゃあ前の列の子だけちょっと立ってみて、はい、立ってみてください。じゃあ行きますよ。お題ね、本当だったらこのボードで出ますけど、じゃあ今僕はちょっとシャンシャン、ほんとにすごいよね、うん、シャン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 、いい、じゃあ行きますよ。じゃあ行きます。3でお題を出したら3秒以内にポーズを決めてください。ポーズを決めたら動かない。行きますよ。野球、3、2、1、ドン。そういうことですね。はい、ちょっと待ってください。止まってください。はい、はい、バッター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 。これ歌舞伎？何？キャッチャー。ピッチャー。ピッチャー。ピッチャー。で、悟空。あ、悟空がいる。キャッチャー？キャッチする。キャッチャー、キャッチャーです。キャッチする。なんでそこをあれしたのかね。はい、ピッチャーということで。あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。まあこんな感じですわ。こんな感じで、結構揃いそう。そう、各チーム対抗で。うんうん、やっていきたいと思います。いいんじゃないですか、はい、で、それでは、まずは最初は誰にしようかな。じゃあどっから行こうか。じゃあ、スクランブルからいきましょう、うん、はい、はい、じゃあスクランブル3人出てきてください。これ代表者3名ということで、はい、ね、スクランブルと、ボーアップはもう全部全員出るということです。あら、借り出されるんですね。すごい、君は背が高いね。いい、はい、あれ前一緒に仕事したことあって、あれレースクイーンかなんかやってるって、はい、あ、そうです、そうだ、すごい現役女子高生レースクイーンなんですよ。え、JK、 はい、JK なんですか、はい、思い出した、ちょっと待ってください。おい、ジジイJK ならちょっと触っとかなきゃいけないから。ちょっと触ってもいいじゃん。触れ合ってもいいですか、うん、触れ合ってもいいですか、うん、どういう感じ。あー、大きい美しい、うん、ありがとうございます。優勝おめでとうございます、また優勝したんだね。おめでとう
すごい。アオニャン JK 好きなの？ JK 大好きですよ。え、うん、嫌いな人いないですよね。いいですね。やっぱアオニャンね、あの見た目こんなですけど中身は本当クソジジイですから。クソ、はい、変態ジジイですから。クソジジイじゃない。本当に大好き。あれ JK も好きだし巨乳も好きなんだよね。好き。そうですよ。そんなね、みんな引いてるからやめてください。そう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 いうことを言うのはよろしくない、よろしくない、よろしくない、みんな10代だから、はい、ピュアピュアハートだから。富山の変態ジジイですから。やめ、やめ。さあ行きましょう。じゃあそれでは、じゃあお題ちょっと簡単なのからいこうか。何がいいかな、お題。優勝できそうなやつでいきましょう。じゃあ行きましょう。行きますよ。はい。もう今ね、ちょうどやっております。お、相撲32 1 5おっと、止まってください。お、止まってくださいね。これはこれはこれは構えるやつ。立ち合い、はいはい、立ち合いだとしたらこれ立ち合い不成立ですよ。これね、ついてないから、つかないといけません。はい、これは補欠ですか、なんですか、補欠。ハッケ用意の時。ハッケ用意の時。あの、ハッケ用意の時、こんな腰高い力士見たことあります？え、なんかあんま見たことない。はい。さあ、そして何？いじめ、ダメ絶対。かわいい。かわいい、なにこれは。ダメ絶対。これダメ絶対、なにこれ。え、これ、あの、押してるところです。押してるところ、いいですね。はいはいはい、はい、いいですね。こんなかわいい子たちがやっぱ相撲のジェスチャーってのはどうですか。最高ですね。ねえ、いいじゃないですか。優勝じゃないですか。はい、でも全員揃わなかったので失敗ということでございます。全員揃わなきゃいけない。そうなんです、やっぱね、チーム一丸となって揃えなきゃいけませんからね。じゃあお戻りください。素晴らしかった、ね、かわいかった。さあ続いて、あ、じゃあ拍手しましょうね。これね、そう、失敗しても、そうそう、トライアイドルですから、これトライすることに拍手を送るという番組でございます。さあ続いていきましょう。じゃあ続いて、じゃあボバップ。はい、はい、ボバップさん、ボバップさんチームはどんなお題なのかな。じゃあボバップいきますよ。ボバップのお題こちら、はい、おい、チャラ男。3、2、1、5。どうか。おどうだどうだ、いきましょうか。まずはこれ何やってんの。髪をくくってます。おー、チャロって髪くくる？なんかこうやってチンチクリン。あー、俺みたいな。あ、そうですそうです、オラみたいな。オラオラオラ、いるわいるわいる、うん、いるいる。 で、これはなんだい。ダイゴのなりかけ。あー、ダイゴのなりかけ。止まっちゃったここね。ウィッシュみたいなことね。ウィッシュ。あー、なるほどなるほど。ウィッシュウィッシュ。そしてクルしてます。おっ、惜しいなー。惜しい、一人だけダイゴがいた。一人だけダイゴがいたからな。惜しい。はい、ちなみにアオニャンだったらどうします？チャラ男。チッチチーズ。あー、確かに。これチャラ男だ。でしょ、これこれこれ、そうですね。チッチチーズって来るよね。正解はこれだ。です。なるほど。残念、しかし惜しかったですね。かたじけない。惜しかった、惜しかったから。はい、大丈夫。さあ続いて、ヒビコレ。はい、ヒビコレちゃん。僕あの、日々これだけには厳しいですからね。なんでなんで、どうして。日々これは僕のあの、トークレッスンの生徒なんですよ。はい、そうなんだ。なので、あのデビュー前からずっと毎月毎月トークレッスン教えてるんで。あ、はい、じゃあ先生なんですね。そうです、だから僕厳しいです、日々これだけには。ただしね、あの、いい情報あります。何ですか。向こう二人、中学生です。知ってますよ、もう接触組、接触済み。本当の変態じゃないですか。だってさっき打ち合わせの時に、うんうん、当てたんですよ、年齢を。もうまだ、もしかして中学3年生って。うん、そしたら当てたの。すごいですね、あなた。天才なので。天才の変態。天才の変態。はい、さあそれではいきますよ。じゃあ何にしようかな。はい、お題いきましょう。はい、じゃあこれいきましょうか。この世代ならではの。あら、いきましょう。これポーズね。こいつ、この人っぽいポーズいきます。誰だ。 YouTuber3、2、1、5。わー、ちょっと、あ、いや、見てきて。まずこれ何？さやのは何？これは何？なんか、ミキポンさんしてますね。ミキポンさんのポーズ？こんにちは、みたいな。あ、そういうのがあるんだ。こんにちは、YouTube 見ない世代だから分かんないんだよな。からの、からのコスメを紹介するやつ。あ、こう、やるじゃないですか。わかる。手で隠すやつ。うんうんうん、手を添えて。何それ、何それ。あの、ピントをコスメに、こう、くるように。コスメのものをなんかピントで合わせるみたいな感じで手を押さえる。ピントでボケちゃうからやるの。そう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 、手を添えて。そうなんだ。ジェシジェシ、そしてさからの、わかんない、何ですかこれ。あれねー、こんなやついる。なん
もしかしてこれ、いそうながあれじゃない、チャラ男を引きずってるんじゃないこれは。もしかしてだいぶ入ったよね。大好き、大好きじゃない言ってんのやなと。大好き。さあ、ということで失敗ということで残念でございました。失敗か、失敗でございます。これちょっと難しいね。じゃあこっからはさ、残り時間も2分しかないので、じゃあもう全員一斉に行きましょう。はい、そうですね。じゃあ、日々これだけ3人前に立ってください、うん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 、あとは全員3人前に立って、はい、揃った人が多いチームにポイントってことですか。そうですね、はい、こっからはそうしましょう。おい、いや、全員揃ったらとします。お、全員揃ったら、はい、厳しい。これ行きましょう。これ行こうかな。何これ行きましょう。はい、行きますよ。お題こちら、ドン。ドン。アイドルオタクがよくやるポーズ。3、2、1、ドン。いやどうでしょう。さあ、青にゃん、これは何すか。いや、背面ケチャに決まってるじゃないですか。背面ケチャ、青にゃんは背面ケチャ。はいはいはい。からの、そしてキララちゃんは、はい、あの、推しにこう、あ、ペンライトやって、これね、なんだっけこれ。あ、いや、指ハート、いや、ペンライト、ペンライトか、ビームサーベルの方。そうです、ビームサーベル、ビームサーベルの、なるほどね。はい、推し面が、はい、だ、自分のパートになると推しの人がこう来るのね。こうこう、あ、いいじゃないですか。素敵素敵、はい、素敵素敵。さあ、そしてはい、あなたなんていうの、かなちゃん、かなです。はなちゃん、はなちゃん、これ何、こういうやつです。あ、おけちゃね、おけちゃね、おけちゃ、落ち旅とかのね。からの、からのペンライトです。あ、ペンライトね。惜しい、惜しい、惜しいな、惜しいな、揃ってない。はい、そしてボーアップ、これ何。なんか本気のけちゃ、本気のけちゃ、本気のけちゃ、けちゃマジの時の。え、マジの時ってみんなしゃがむの。え、なんかしゃがむ人もいますね、たまに。あー、そう、しゃがんじゃったら見えなくなる。マジの、はい、なるほど。さあ、そしてお隣は、これ、何これ、バカにしてるだろ。リュック背負ってる。リュックじゃない人もいます。そうです、そうです。なるほど、なるほど。さあ、続いてな、これ何、こう、何、本気のケチャです。本気のケチャ、はい、そしてペンライトです。ペンライト、お、指差し、あー、指差し、あー、惜しい、指差しということで、この勝負、全員引き分け。あー、痛み分けだ。まあまあ、まだまだ一つ目の競技なんでね。さあ、はい、CM の後は続いてのコーナーいきます。タシム、はい。さあ、ということでございまして、第2競技参りたいと思います。第2競技は椅子取りゲーム。おー、椅子取りゲームだって。はい、こちら、はい、じゃあ説明お願いします。はい、ただの椅子取りゲームではありません。座れなかった方にもチャンスがあるみたいです。何、何、何、誰か一人を指名して、うん、ランダムで発表されるお題で勝負をします。なるほど、だからなんと負けても、負けた人が、何かで勝負、誰、この人なら勝てるっていう風に指名して、その人と対マンで何かを勝負して勝ったら椅子に座れるってことですね。です。はい、じゃあそれではこれは、2人、各チーム2人ずつ、はい、と各チーム、プラス、あおにゃんも、あ、私も出るということでございますので任せろ。さあ、いいですね。皆さん、学んでください。学んでくださいね。怖い怖い。出ていくときに自信満々で出ていくのがバラエティーです。出てた、はいはい、そうすると勝ってもさすがだねってなるし、負けてもあんなに自信あったのにっていう振りに、今ね、今お姉さん振りを作ったんです、ね、そういうのを全部説明していく番組です、今日は。はい、はい、彼女たちにバラエティーのいろはを教えますんで。さあ、それではじゃあ誰が出ますか。じゃあまずは、スクランブルは誰が出ますか。はい、お、いいじゃないですか、お二人。あー、強そう。あ、全然、多分めっちゃ強いと思う。でも機動力がな、あるから、これあのヒールとかちょっとな。あ、ほんとだー、ヒールだと。さあ、続いて、じゃあボバップは誰が出ますか。はい、はい、お、ボバップ、じゃあお二人、いいじゃないですか。さあ、それでは出てきてください。さあ、そして、ヒビコレは、はい、あー、じゃあヒビコレ二人、どうしよう、ローファーの二人、どうしようって何。どうしよう、いや、何やってんの。いや、あの、ちょっと推しにこう譲り合いの精神をちょっと、ダメです、ダメです、ダメですよ、発揮してしまいそうな気がする。さあ、それでは皆さん、怪我なく楽しんでください、はい、音楽がかかって、音楽が止まったら、椅子を取っていいと。はい、フライングは私が厳しく見てますんでね。フライング、はい、それでは行きましょう。はい、それではミュージックスタート。回って回って、さあ、回って回って、アオニャンの曲が流れております。私の曲、4本ずつけ、風飛び除去、じゃじゃ、ファイブ、ワイパー。さあ、どうな、どうなりました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 。ここですね。いやいやいや、カップルシートですよ、ここ。カップルシート、そんなポパイみたいなのないっす。カップル、カップル、カップルシートですよ。これはでも、
大半を占めてるのはアオニャンなんで、サヤが負けでございます。さあそれではサヤ、しかし普通の、はい、ね、ヒストリーゲームではここまでなんですけども、ここからですね、誰か指名していただきまして、指名、こちらですね、4つあります、クイズ、モノマネ、一発ギャグ、連続あっち向いてほいということで、この4つで勝負して勝てば、その人の椅子を奪えるということでございます。さあ、さや、どうするどうする、まず何を選びますか、この4つの中で。モノマネ。モノマネ、はい、モノマネを誰と対決しますか。どうしようどうしよう、困る、どうしよう。でもやっぱ奪われたから、奪われたから、あ、アオニャンさん。おぉ、いいの。はい、じゃあそのジャッジは私が行いますんで、じゃあまずは、先行のじゃあさやは何のモノマネいきますか。じゃあ、にゃんちゅう。にゃんちゅう、あ、あれ教育テレビ、あ、今 E テレっつーのか、にゃんちゅうワールドの、はい、あの人ですね、はい、あの方です。じゃあそれでは行きましょう。じゃあにゃんちゅうまで3、2、1、5。あん、にゃんちゅうだよ。え、にゃんちゅう2、3杯飲んでないそれ。ちょっと待って、酒引っ掛けてないそのにゃんちゅう。あの大丈夫だ、失敗した失敗しました、私の先生にゃんちゅうないよ。もっといつもうまくできるんですよ。あ、そんなの通じませんよ、ね。そんなこと言う芸人いますか。普段はもっとウケるんですって。ちょっと緊張しちゃったんで。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ青にゃん、はい、青にゃん何しますか。じゃあ私はあの、アンパンマンに出てくるチーズのモノマネを。あ、いいじゃないですか。はい、行きましょう。はい、3、2、1、こう。アンアン。はい、青にゃんの勝ちです。あー、もう負けた。シンプル。あーね、犬対猫の対決でしたけど、くしくもね。ありがたき、はい、さあ、それでは一つ椅子を抜きますんでね。え、そりゃそうでしょう。え、このままやったらただのただの椅子座りゲームですから。仲良し仲良し。怖い、これはこれは戦争。うわー、それでは行きましょう。ミュージックスタート。さあ、みんなノリノリで行ってください。ノリノリで行ってください。ノリノリで元気に元気に、バラエティは元気に。ほいほい、ベイバー。出ました、お尻が、お尻が、お尻が割れる。シンプルに反射神経で負けました。お尻が、空の王様、お尻、ごめんなさい、死ぬ。さあ、オニャ、しかし、しかし、オニャ、オニャ、まだいけます。お尻、どうしました。あの、誰か当たりました。長い足が、うん、お尻に刺さったんですよ。 あの長い足がお尻に刺さったやつです。やつ、やつ、キララちゃん、はい、いいですね。キララちゃん、うん、長すぎるよ、足が。あ、確かに、すげえ入った。本当に痛かった。さあ、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 じゃあ何で勝負しますか。いやー、どうしようかな。でも多分私の方がこう生きてる年数が長いと思うので、うん、クイズで、知識で行きましょう。クイズで行きます。クイズ大会。誰と対決しますか。これはもう、キララちゃん。キララちゃん来ました。はい、JK とのクイズ大会、はい、この足の長さ見てくださいよ。すごいね。どうなってるのこれ。どこまであるの。これ刺さったんだよ。、うん、いや、なんかマジ本当にかわいそう。、うん、足長。あ、かわいい。すごいね、彼女は本当に。ちょっと待って、キララちゃんさ、すごい頭良さそうじゃないですか。確かに、頭良さそう。どうですか、メンバー、キララちゃんのこの学力というか、知識力というのは。同じメンバーから見て、多分バカだと。マジ、多分バカだと思う。はい、いける。アオニャンはどうなの、そのクイズとかは。そりゃ天才ですから。天才ですから。桜木花道以来の天才です。天才ですから出ましたけども。天才、はい、だから大丈夫、はい、英語とかじゃなければ。あー、確かに英語無理。英語とかじゃなければ、あー、なるほど。どういうジャンルですか。じゃあ知識にしましょうか。じゃあ、お、結構ちゃんと、じゃあ高校生だもんね。はい、じゃあ中学生までで習う。はいはい、怖い、めっちゃ怖い。じゃあ行きますよ。じゃあ問題です。はい、本能寺の変において、はい、織田信長を自害に追い込んだ武将といえば、はい、せーのでいきますよ。せーのでいきます、はい、ちょっと待って、もうちょっと考えさせてくださいね。本能寺の変において織田信長を自害に追い込んだ武将といえば、本能寺の変に出てくる人。エクスプロージョンが、そうです。変の本能寺の変、誰ダメですよ、教えちゃダメですよ。誰だと思う。ダメです。誰だと思う。あの人、
誰が焼かれたんですか？焼かれた？いやいや焼かれたんじゃないの、あのね、本能寺に火を放ちまして、その中で、うん、信長さんが自殺自害したということでございますね。その武将ですね、うん、はい、行きましょう、はい、武将、はい、せーの、明智光秀ではい、正解やった聖徳太子って、聖徳太子って言おうと思ったんですけど、聖徳太子と織田信長は出会えませんよ歴史上どう考えたって聖徳太子が出てこなかったですけど、ですか今年の大河ドラマの主役ですよ明智光秀は、麒麟が来る。そうなの？そうですよ、明智さんと知り合い？いや、そんなわけねえだろどんだけ長く生きてんだよ、はい、ということで青にゃん、じゃあこっち戻ってきてくださいね。青にゃん、まさかの自分のクイズで負けるというね、自分が指定した。なんだって、だってその頃生きてないもん。みんな生きてないよさあ行きましょう、それでは続いてまいりましょう。続いてさあ5人から4人になります、よーい、スタート。5人から4人、座ってますが、これはここはね、ちょっと怪しい、キララちゃんだね、キララちゃん負けだね、キララちゃん、はい、しかしまだチャンスあります、はい、さあ何でいきましょう、どうするどうする、連続ってなんですか、じゃあ連続じゃなくて普通にあっち向いておいて、あ、じゃああっち向いておいて、はい、じゃああっち向いておいて、誰と戦いますか、怖い怖い、怖い怖い、でもメンバーじゃおかしいんですよ、そう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 、確かに確かに、なんで自爆しようとしてるのチーム戦ですよこれは。でも皆さん初めましてだからちょっと選びづらい。じゃあ花でいいよ、花でいいよ、はい、花ちゃん、うん、お願いします、はい、じゃあ行きましょう、花ちゃんと前へ出てください、前へ出てください、じゃんけんぽん初めてですよメンバーから暴言が飛んできてますけど大丈夫ですか、込めて花はですね、あの塾の先生のバイトもしてますから、え、はい、そうなの、そうなんです、クイズの方が良かったんじゃないですか、そうそうそう、だからあっち向いてほやね、苦手かもしれません、それでは行きましょう、じゃんけんですよ、うん、せーの、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、はい、勝ち、弱っ、ね、弱っ、弱っ、弱っ、同じことしちゃった、はい、ということで、さあそれではじゃあ抜けてくださいさあここからもうね、佳境ですよ、誰が勝つんでしょうか、え、バボップさん強くない、なんかケツで言ってるんで強くない、ケツで言ってるんで、さあ行きましょう、お尻、それでは行きましょう、よーい、スタート、ほいほいほい、ストストー、おーおーっと、これは、あー抜けました、はなちゃん悲しい、はい、スクランブルの方のはなちゃん、はい、はい、じゃあそれでおいてください、はい、さあ何かで選びましょう、お得意なものは、まあ、ギャグをやりそうな雰囲気には見えませんね、さっきキララちゃんが負けたのであっち向いてほいで、お誰といきますか、どうします、どうします、どうしよう、はい、します、一番勝てそうな一番勝てそうな、吟味するのよ、めぐちゃん、はい、じゃあ行きます、じゃあ前出てください、はい、じゃんけん強いんですよね、かわいい、はい、アンガールズさんのネタみたいになってるけどね、さあ行きましょう、せーの、じゃんけんぽん、あっち向いてほい、じゃんけんぽん、あっち向いてほい、じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、ほい、あいこでしょ、強い、ボマップ強い、めっちゃ強いですよ、強いな、ボマップさんチーム、さあこれでもう、この競技はスクランブラー脱落ということで、あいちゃんいけるよ、はい、あいちゃんいけるよ、勝てるよ、さあ、ボーマップか、ヒビコレかということになりました、さあ、2対1、それでは行きましょう、よーい、スタート、ほもれ、ほいほい、いけいけ、はい、アウトです失格です、え、待って待って、違う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 、今のはフライングです、違う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 、今のはフライングです、え、違う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 、はい、今のはどう、違う違う違う、こう、やるやる曲に惑わされた、そうそうそう、曲に惑わされてた、え、これ曲が悪い、曲が悪くない悪くない、曲が悪いって言ってますよ、曲が悪いって言ってますよ、曲がいいけど、曲がいいけど、曲が悪いって言ってます、違う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 、今のフライングです、大先輩の楽曲を曲が悪いって、タイミングが悪い、
タイミングね、それそれタイミングが悪い。あのちょっとだからあの音が切れたのか曲の途中のそうそうそうね、小休止のところちょうどね、A メロに入るところで、うん、あ、切れたって思って行っちゃったんですよ。じゃあちょそれはじゃあなしにしてあげましょうか、かわいそうだから。そうですね、あ、いいですか。そうそうそう、あ、ありがとうございます。全部曲のせいだ。いや違う、しょうがないしょうがない、曲のタイミングだ、はい、大丈夫大丈夫、こういうこともあるということです。はい、じゃあ行きましょう。怖いね、フェイントがありましたね。そう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 、あらまあらま、そのフェイントに紛らわされないように行きましょう。え、次もしフェイントに惑わされたらもうそれは失格です。あ、はい、なんで2回かかるフェイントが多い曲かもしれない。それでは行きましょう、ミュージックスタート。よいしょさあ、ボブアップ1人負けました。誰が負けたかな、はい、あなたは森宮愛ちゃん。愛ちゃん、じゃあ愛ちゃんこっち来てください。さあ愛ちゃん、あいちゃん、あいちゃん何でいきますか。モノマネ。お、対戦相手はもちろんはい、じゃあ花ということでございます。モノマネ対決、前出てきてください。じゃあ2人ゼロポジに。はい、じゃあまずはじゃあ先行の、じゃああいちゃんは何のモノマネしますか。しんちゃん。お、お、安倍晋之助ですか。安倍晋之助渋いね、安倍晋之助。うん、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん、はい、クレヨンしんちゃんのしんちゃんをやるということで、それではいきましょう。しんちゃんまで3、2、1、ゴー。 おーい、俺どうやらしんのつけだぞ。めっちゃうまい。しんちゃん、お姉さん、上手。俺今まで2000人ぐらいのアイドルと仕事してきて、多分700回ぐらいこれ聞いてるんだけど、アイドルイコールしんちゃんの真似じゃないですか。多分一番うまい。一番うまい。愛ちゃんめっちゃモノマネうまいですよ。あのお姉さんも似てた。お姉さん似てた。さあ続いて、さあ今までおそらくこういうことをやってコスに生きてきた優等生の花、プレッシャーがね。何やりますか。金八先生やります。金八先生。塾の先生が金八先生。もしも塾の先生が金八先生だったら行きましょう。3、2、1、ゴー。金八です。そのまんますぎて。そのまんますぎる。そのまんますぎる。かわいい。かわいい。これはね、かわいい。ただ似てたかどうかじゃなくて、面白かったかどうかで言うと、アオニャンどっち。そんな委ねないでくださいよ。アオニャンどっち。面白かったらどっちですか。面白かったのでいいんですか。うん、それはもう金髪。金髪のようだ。花ちゃんの勝ち。これはね、ちょっと待って、これやばい、勝負がやばい。初め、いや、今までの中で一番似てるしんちゃんだったけど、ね、今までいなかった金八先生だったんだよ。初めて見たもん、金八先生。金八です。誰いいですね、いい、いい、最高でした。うん、しんどい。誰も生徒ついてこないわ、あんな金八。金八です。金八です。金八です。さあ行きましょう、決勝戦。はい、行きますよ、それでは決勝戦、よーい、スタート。これはどっちだ。これは半々ということで、もうこれで決着をつけようと。やはりこの戦い、はい、じゃあそれではじゃあ、アオニャンが選んでください。誰がいい。モノマネじゃないですか。モノマネできる。いけるじゃあモノマネで。モノマネでさあモノマネでいきます。欲しがりだな。最終的にモノマネが見たことないモノマネ。はい、あのもうあの金八先生は、なしです。はい、はい、別のを用意してください。さあじゃあまずは、どっちからいく。めぐちゃんからいきます。めぐちゃんから。めぐちゃん何やりますか。ぼうちゃんか芦田愛菜。ぼうちゃん、クレヨンしんちゃんシリーズね。どっちがいいですかね。どっちがいいと思います。へぇー、芦田愛菜は結構やってる人いますよね。じゃあぼうちゃんにしましょうか。ぼうちゃんちょっと聞きたいな。じゃあ行きましょう、ぼうちゃんまで3、2、1、9。ぼうちゃん、石ころ欲しい。しんちゃんそうやって言ってるけど、ぼうちゃん、ちょっとそれぼうちゃんじゃん。違う、ぼうちゃん。それぼうちゃん。坊ちゃん来たら来るから、必ずしんちゃん用意しとかなきゃ。しんちゃん、しんちゃん、はい、さあ行きましょう。じゃあ逆に花、花何ありますか。花ちゃん、花ちゃん何する。花じゃないです。
名前が出てこない。誰ゲッツ。あ、ダンディ坂野さん。じゃあ行きましょう。それ一発ゲッツじゃないの。大好き大丈夫、モノマネね。じゃあ行きましょう。それではダンディ坂野様で3、2、1、9ゲッツ。はい、ボバップの勝ちでーす。CM ランドは第3競技います。ドライアイドルをお送りしております。はい、現在のところですね、ボバップが1勝ということでございますので、はい、ね、一歩リードしております。頑張っていただきたいと思います。さあ、続いての企画はこちらでございます。胸キュンゼリフ大会。はい、こちらのコーナーはこれから出題するシチュエーションに対して各グループの代表者1名に胸キュンゼリフを言っていただきます。審査員は戦士の皆さんです。拍手の多いチームが勝利となります。はい、それでは参りましょう。代表者1名じゃね。はい、はい、これやっぱアイドル番組といえばね、必ずこれやらされますんで。いや、見たいですね、はい、すごい。じゃあまずはお手本で、先輩にちょっと見せていただきたいな。いいよ。じゃあシチュエーションは一応これ台本にはね、初詣とかおうちデートとか書いてあるんですけども、まあ、やっぱりアバ枠デートじゃないんですか。えいいですよ、ガンダムに寄せていいですよ。怖いよ。ガンダムに寄せてください。ガンダムに寄せてデートするんですか。うん、じゃあシャアがザクで迎えに来た時の、シャアが真っ赤なザクでアオニャンチの前まで迎えに来てくれた時の一言にしましょうか。オッケーです。さあ、それでは行きましょう。設定は、シャアが、専用のザクでアオニャンチの前まで迎えに来てくれた時の一言。3、2、1、5。少佐、ありがたきありがとう。ちょっとでもいいですね、セクシーな感じで。そうです、ララースーンをイメージしてますね。ララーをね、はい、いつもの私ではなくてちょっとララー寄りの感じで、ね、お手本にならなかったんですよ多分分かってない。ガンダムが分からなすぎて、そうそうそう、本当に片付けない。そうそうそう、ね、今ネットフリックスで見れますから、ね、見て見て、全部見てください、ぜひ、ね、はい、いいですよ。テルルーンってね、テルルーン、あれ好きなんだ、あの曲テルルーンつってね、またもや置いていきましたけど、ね、ドイツにとつ。そうそうそう。さあ行きましょう。じゃあ最初はじゃあスクランブル、誰が行きますか。はい、あら、いいじゃないですか。じゃあ前に、じゃあゼロポジに行っていただいて。絶対かわいい。あなたはゆめちゃんって呼ぶの。それゆめです。ゆめちゃん、さあじゃあゆめちゃん、じゃあねセンターのカメラ寄ってください。設定とかありますか。何しよう、何がいいかな、どうします。なんか設定とかある。設定ですか。設定なんかある。どうする、どうする、どんな感じにする。ゆめちゃ ん、 え、朝起きたら隣にドムがいるみたいな。あんまり嬉しくないあんまり嬉しくない。量産型のあんまり嬉しくない。こたつで温まってる時に、うんうん、あの言うセリフえ、じゃあ彼氏役しようか。お願いします。なんでだよ。じゃあいいよ、じゃあ彼、じゃあ男の子が好きな男の子が、ちょっとチャラめの男の子がいるんで、はい、はい、それでは行きましょう。3、2、1、5。え、スイッチ入ってる？全然あったかくないんだけど、隣にいてもいい？カモーン、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。いかがでしたか。いかがでした。やばいやばい、いや隣にぜひお越しください、ぜひお願いします。スイッチ入ってるはずなのにね。ありましたよ、スイッチが。もしくは自分でスイッチ切ってますよね。わざとかわいい、わざとかわいい、素晴らしい。さあ続いてボアップ、ありがたき、うん、はい、誰いきますか。はい、お、いいですね、あなたはキャノンちゃんです。カノンちゃん、さあじゃあガンキャノンです。ガンキャノン、キャノンです。ガンキャノンです。ガンキャノン、はい、ガンキャノン行きましょう。さあ行きましょう。さあ何を、なんか設定とかありますか。設定どうする、どうする、どっちが、何がいくの。餅つきにする。あ、なんかこうあるんだよね、餅つきで。気になる子が餅つきをしてるときに応援する一言っていうね、はい、設定があるんですよ。じゃあ餅ついててくださいね、はい、それでは行きましょうやっちまったな違う、乗んなくていい、乗んなくていい。クールポコさん乗んなくていいのよ。おい、空の何やってんの。おい、空の好きごめんなさい、おとなしくします。はい、じゃあ行きましょう。用意、アクション。このお餅でお雑煮作って一緒に年越ししようね。絶対するよ結婚しよう
とうございます。ありがとうございます。こんなに可愛い。いやこれもう結婚の後の話ですよね。もはや、あーにゃん今日ノーギャラでいいっすね。楽しんでますもん。だって楽しんでますもんだってこの人。いやもう、うん、ノーギャラでいいかもしれない。なんなら払うからって。払いたくなってきた。さあ続いて、日々これ誰いきますか。はい、おっあらちゃん塾の先生。じゃあ何しますか設定は。一応先生っぽいやつがいいな。何します。初詣で。え初詣で。初詣。じゃあ隣に一緒に行った。いい、うん、待たせたな。どこ行く。はなちゃん。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ初詣それで行きますよ。よーいアクション。おみくじ今日だったけど一緒に入れて大吉だったよ。今年もよろしくね。いやいや黙って抱きしめるな。黙って抱きしめるな。おい黙って抱きしめるな。渋すぎる。渋すぎるよ。黙って抱きしめるの渋すぎる。どうしたの。大人のラブストーリーですわこれ、ね、でもなんか一緒に行った女の子のおみくじ今日だったら俺ちょっと引いちゃうな。え、なんで。いいじゃないですか。可愛いんだから。こいつ今日引いちゃうのかよ。ひどい。はい、さあそれでは延長戦でございます。延長戦まだちょっとね勝負つかないんでもう一人ずつちょっと出していただきたいなと思いますけども、出せる出せる。さあじゃあスクランブル誰か。早く早く。あ、じゃあもういいよ。ここからはもうじゃあ挙手制でいいや。時間が来るまでだから何回やってもいいです。その、そしたらその分ポイントがね入りやすくなりますから。さあさあこういう時の瞬発力バラエティーイコール瞬発力きた。さやさやさやちゃんさやちゃん。さあ行きましょう。じゃあ設定が何でしたっけ、うん、設定が何がいい。じゃあ何お前高校生だろうってクラブのセキュリティにつまみ出される時ですか。そういうことですか。うん、何何。じゃあ餅つき。餅つき人気だな。うん、じゃあ行きましょう。それでは、用意、スタート。この餅つきの打ってる数ほど私たちの愛が積み重なっていくことを感じてついてくれたら嬉しいな。絶対つくよ。違う。おい、すごいよ。なかなかね、この人を困らすことはできないんですよ。困ってましたね、珍しく。すいません、ちょっと考え不足でした。いや、いい、よかったよかった。すごい、なんかちょっとあの受けと攻めが逆転したというか変態でしたね。はい、でメンズっぽくってかっこよかった。そう、メンズっぽかったね、確かにね。星の数ほどこの餅のつく回数ほど、いや、餅のシチュエーションで使うなよな。はい、行きましょう、他。おい、行った。はい、じゃあ行きましょう。はい、強いね。さあそれじゃあなんか設定とかあるかい。こたつで。こたつ、はい、じゃあ隣入ってこたつ、はい、そう。じゃあちょっと隣に入ってもらっていいですか、こたつ。はい、隣入ってる、はい、こたつ。それでは行きましょう。よーい、アクション。眠い。シンプル。ありがとうございました。いや、シンプルシンプル、いいじゃん。イチャイチャするな、イチャイチャするな。戻ってきなさい、戻ってきなさい。なになに、もう剥がれ方がベテランのオタクじゃねえか。何やってんの。どうでした。すごすぎる。いや、ちょっと得点圏何枚いるんだろうっていうのがすごい。ヤロちゃん、ちなみにおいくつなの。19です。あー、19です。この感じですか。これは強いですね、将来楽しみ。さあ続いて、さあどんどん、さあスクランブルいけるか、誰か。さあこの対応できるか。おいで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 。さあやってみよう、やってみよう、やってみよう。あ、来た。えらい、こういう時にね、行くのはえらいですよ。さあ行きましょう。シチュエーションありますか。餅つきで。好きだね、みんな餅つき。あるんだよ、イルミネーションとか、あと初詣とか。何回つかせんのよ、餅。お腹いっぱいよ、もう。さあそれでは行きましょう。よい、アクション。わあ、力持ち、かっこいいね。ありがとうございました。ありがたき。かわいい。褒められのみかだから嬉しい。さあそれでは、ここで、皆さん判定に入りたいと思います。一番良かったチームに、はい、拍手、一回だけ拍手してください。はい、はい、スクランブルが良かったと申した拍手。うん、ボブアップが良かったと申した拍手。うん、日々これが良かったと申した拍手。あれ。これはこれはボブアップですね。ボブアップさん、ありがとう。
ントでございます。 CM の後次のコーナー行きます。お楽しみに。かわいかった。はい、さあということでございまして、最後の企画はこちらでございます。お人気なき腕相撲対決。うわー、腕相撲だと。はい、各グループの代表者1人プラス、青にゃんの4人でトーナメント形式で戦っていただきます。優勝したチームにはなんと2億ポイント入るということでございますので。うわー、2億ポイント、はい、今までのは何だったんですか。今までのは何だったんですか。それが正解ですよ、あなた。それが正解です。そうそうそう。でも、もう、なんていうかな、こう全員で来てほしかったな。2億ポイント、もう一回やろうか。もう一回、もう一回やろう。もう一回やります。あ、もう一回やります。と、あと、周りはイエーイ、当たり前のようにイエーイで、ポップアップだけ。じゃあもう一回やりましょうね。そう、チャレンジしましょう。はい、初めてのちょっと待ってくださいよをやりましょう。ちょっと待った、はい、さあ、それでは行きましょう。最後の企画はこちら、腕相撲。イエーイはい、各グループの代表者1名プラス、青にゃんの4人で腕相撲のトーナメントで戦っていただきます。優勝したところにはなんと2億ポイント差し上げます。やったーちょっと待ってください。いいですよ、いいいい、素晴らしい素晴らしい。やらせてますね、これは。いいですいいですいいです。素晴らしい。ポアップいいですよ。素晴らしい天才。ぐんぐん上がってます、うん、はい、ぐんぐん上がってる。ぐんぐんわしゃい。素晴らしい。さあ、それではじゃあまず代表者1名を選んでいただきたいと思いますが、さあスクランブルから誰出ますか。はい、おいいじゃないですか、はなちゃん。自信ある。はい、握力があるので。握力ある。はい、大事大事、握力。なんかこうスポーツとかやってたの昔。何もやってないです。何もやってないけど握力だけはある、はい、どういうことでしょうか。さあ続いてボーアップは誰がきますか。はい、おあいちゃん、しんちゃんがうまい。あいちゃんはなんかスポーツとかやってた。あ、ソフトボール部でした。それは握力あるわ。強そう。あんなでかいボール女の子持ってるわけ。どこのポジションやってたの。ショート。いや、すごいわ。短い。違う、そういうことじゃない。違う。なんで三遊間に短いのとショートとロングがいいの。ショートとロング。違う、ショート。ロングやってました。ショートってのはもう、なんだろうな、運動神経が一番いい人がやるポジションですね。そうなんだ。素晴らしい素晴らしい。さあ続いて日々これ誰がいきますか。はい、おいいじゃないですか。来ましたね、現役の美容師です。はい、美容師。すごい。美容師やっぱこう握力があるの。ハサミを握る握力が。違います。え、違います。でも美容師はほらあれだから、お客さんの頭とかこう、あー、わしづかみですもんね。こういくのがあるから。だってもう何万回もシャンプーしてるわけでしょ、人の頭。まあ、してほしい。ちょっと待ってください。してほしいは違うでしょ。え、何してほしいって。え、みんなしてほしいですよね。ちょいちょいリアクションが変なんですよ、あなたさっきから。すごい。だからここしてほしいじゃないでしょ。すごい、してほしい。金払えばしてもらいますよ、だって。行きます。行くんかい。はい、ということでございまして、じゃあちょっと対戦を決めたい。じゃあ代表者来てください。あ、青にゃんチームはバシンやんでいいですか。なんでだよ。圧勝だろ、どう考えたって。わしにゃんじゃダメか。わしじゃ圧勝だろ。そっかそっか。アオニャンチームはアオニャンしかいないんでね。アオニャンしかいない。はい、じゃあ、これをじゃあちょっと、はい、はい、じゃあ真ん中にじゃあこれ持ってきましょう。はーい。さあそれでは出場者の方だけこちらのステージの前に、ステージとかね、あれの前に来てください。無理。はい、うるせえな、シャン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 。うるせえ。クリスマス来たんか、バカタレ。さあ行きましょう。ちょっと待ってください、はい、一番弱そうじゃないですか。一番弱い、全然大丈夫です。じゃあグーパーで対戦カード決めたいと思います。いきますよ、せーの、グッとパーで分かれましょう。ごめんなさい、あの地域差が出てる。グッパーの分かれ方の地域差が。グッパーのドンパ。グッパーのドンパ。グッドパーで分かれましょうでしょ。グッドパーで分かれましょうだよね。何、ね、グッドパーで分かれ分かれ、うん、グッパーで分かれましょう。全然違うじゃん。出身どこ。静岡です。静岡？愛知。愛知？埼玉です。埼玉だから一緒だ。グッドパーで分かれましょうだ。じゃあこれは公式ルールはグッドパーで分かれましょうでいきます。おーい。はい。それではいきましょう。せーの、グッドパーで分かれましょう。分かれた！ということで、最初の対戦相手は愛ちゃん対花ちゃんということで。優しくしてね、優しく。はい。じゃあそれではじゃあグーチームからいきましょう。優しくしてね。じゃあそれでは、あ、じゃあマイク持っててあげて。さあそれでは、じゃあ手を。ホールドしてください。あ、いいですね。これティフとかでもね、アームレスリング大会とかあるので、はい、ちょっと何やってんですか。あなた出場者ですよ。
あ、そうなんですどうぞどうぞ。こんな堂々たるセクハラあります？とんでもないとんでもない無言です。とんでもないです。さあ行きましょう。それでは1回戦、まあ準決勝ですね、行きましょう。ボブアップ VS スクランブル、どっちが勝つんでしょうか。レディーゴー。どっち、わお、互角互角。あー、おー強い、きたー、しんちゃん強ー。ということで勝者ボブアップ。どうだった？めっちゃ強かったです。ねえ、なんか相手の出方見て、こっち顔見えなかったじゃないですか。相手の出方見てって言ってからこう。あたり笑ってた。王者の試合でした。王者の試合。いかがですか。強いね。びっくりした。こんな強いと思わなかった。でもやっぱソフトボールだから、やっぱこう握力あるから。そうだね。ソフトボールだ。さあ続いていきましょう。さあ続いて、さあそれでヒビコレバーサスアオニャン。これアオニャンがもし優勝したら2億点ですから、優勝商品もゲットする。任せてください。2億点。はい、そうですよ。いいね。MC やって可愛い女の子と散々触れ合って商品まで持っていこうとしてますから、この人。さあ行きましょう。さあ行きましょう。手汗かいてるって。あ、ぬじっちゃえばいいですよ、こうやって。なんだやめろよ。なんだよ。手汗でも手汗逆にかいてた方が。あ、嬉しい嬉しい。絶対ですね。さあ行きましょう。さあそれでは。さあ行きますよ。それでは行きます。レディーゴー。いや弱ー。弱ー。ということで勝者ヒビコレチーム。どうでした、オニャン。すごかった。すごかった。すごかった。そうだよ、もう一回勝てばね、もう一回できたのにね。本気で負けましたね、普通に。すごかった。すごかった。すごかった。さあそれでは決勝戦でございます。さあ決勝戦は、さあアイちゃん対、さあそれあれですね、メイですね。さあこれは決勝戦。お。さあどう。そ、吹奏楽部なんですけど。吹奏楽部何やってたの。クライネットです。クライネットもほら、こう握るやつじゃん。握らないか。そうです。あ、でも握力は割とありました。おー、結構これ握力大事なんですよね。おいね、おいね。じゃあ審判、じゃあそれでは。はい、どう、ちゃんと審判ちょっとさ、さあいいよ、2人さ、ちょっと凶器とか隠し持ってるかもしれないから、ちょっとボディチェックした方がいいんじゃない。確かに確かに、うん、凶器とかないか。凶器、そう、凶器ないですか。大丈夫ですか。凶器どう。ありましたよ。凶器あった。凶器がありましたよ。なるほど、その凶器はいいでしょう。生足。生足という凶器がありましたか。危ない。ちょっと待って。さあ、ちょっと愛ちゃんもちょっと凶器を隠し持ってるかもしれませんね、ちょっと、うん。ありましたよ。何ですか凶器。こたつ。こたつじゃないです、これ。こたつじゃないですよ。はい、はあ、いいですね。幸せ。最低のレフェリーですね。最低のレフェリー。じゃあレフェリーじゃん。できになっちゃう、できになっちゃう。それではどうぞ。はい、大丈夫、可愛いから。これはでもね、2人とも圧勝でしたから。予選と準決勝、さあ行きましょう。決勝戦です。いくよ。レディーゴー。どうだ。おお、余裕か。どうだどうだ、アイちゃん、うん、これいい戦いだ、いい戦いだ。おお、ということで優勝はヒビコレチーム。すごい。どう、いや、あんだけ準決勝強かったのに。アイちゃんどうだった。めっちゃ強かった。ちょっといけるかなって思ったけど、うん、全然。すごいね。はい、さあメイどうだった。あ、結構余裕でした。強っ。いや、だからマジさ、怖い。いや、こんだけ強かったら、いやマジでティフとか頑張って出たら優勝できんじゃない、うん、出たいんですよ、アームレスリング。ただアップガのやつ超強いよ。あ、ちょっとやばいかもしれない。アップガールズ超強いから。ガチですからね。去年一昨年見たけど、とんでもない強さだからあれ。そんなに強い、うん、でも決まったね。あ、じゃあ頑張って。さあということでございまして、総合結果発表いたします。はい、優勝はですね、2億点でございます、ヒビコレチーム。おめでとうございます。すごい。あんまりだ。このチームにはですね、なんと、なに、わ、素晴らしい、みんなで食べれます、サーティワンの無料券が。やったー、いいなー、すごい。それではリーダーおめでとうございます。ありがとうございます。おめでときー。やった。はい、ということでエンディングでございます。じゃあ皆様
真ん中に揃ってください。立ってください。一列並んでください。いやあっという間の1時間でございましたけれども、早かったですね。早かったね。面白かったし、すごかった。はい、じゃあそれでは、じゃあまず告知ですね。告知いきましょう。じゃあまずは、はい、スクランブルから。はい、私たちは、毎週末渋谷を中心にライブ活動をしています。詳しくはツイッターなどチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対見るよ。はい、さあ続いていきましょう。ボップ。はい、ボップは明日、無線ライブを行わせていただきます。そしてですね、2月の1日と2日、私が2月2日が誕生日なので生誕祭を両立させていただきます。おめでとう。20歳になるね。じゃあ20歳になります。お酒を乾杯できるイベントをするので、皆さんぜひ遊びに来てください。ツイッターもぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてはい、日々これは3月9日にサードワンマンライブを渋谷リオさんで開催させていただきます。はい、はい、ツイッターはアットマーク日々これアンダーバーレイワで調べてください。ぜひフォローをよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、青にゃんからあるかな。青にゃんからあるか、あるかなと言われますと、先日お披露目したばっかりのディアステージさんとランティスさんの共同プロデュースのアルカナプロジェクトっていうユニットに所属させていただいております。よかったですね。始まりました。はい、で、0枚目のシングルのリリースも決定してたり。0枚目っていうカードなのね。はい、そうなんです、そうなんです。いろいろまた活動させていただいたり、リリースイベントとかもあるので、うん、よかったらアルカナプロジェクトのホームページチェックして遊びに来てもらえると嬉しいなと思います。どうぞよろしいでございます。はい、よろしいでございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、私の方からもお知らせでございます。私がですね、レギュラー番組とかですね、レギュラーでイベントなどをやらせてもらってる、MC をやらせてもらってるグループを集めたバシフェスというフェスが2月の6日に蔦屋オーイーストで開催されます。出演者はワースタ、マネキケチャ、フェスティブ、夢見るアドレセンス、ナナランド、ベンジャミンジャスミン、アンジュレイブ、全力少女R などなど、全20組出るということでございますので、素晴らしき。はい、ぜひとも、ね、青にはもう前回と前々回出ていただいてて、今回はね、ちょっと呼ばれなかったのかな。違うんですよ、木曜日なんでちょっと呼ぶの地方から悪いなと思いまして、前回前々回が月曜日だったんで、土日の遠征にね、こうつけれるかなと思ったんですけど、木曜日でも来ました。来ますよ。木曜日でも来んの。いつでもいますよ。いや、富山から来てるんだって。いつでもどこでもいますから。そんなのある。呼んでください。クラシアンぐらいフットワーク軽いじゃん。呼んでください。そうだ、まあでもちょっと今回ね、そう、木曜日でちょっと私の方が遠慮してしまいました。いつでもいつでも。はい、これちなみにどんなイベントですか、出てみて。神イベですね。本当ですか。控えめに行って神イベです。 ありがとうございます。じゃあぜひ次回は。はい、ですし、予選もですね、2月の1日にありまして、はい、予選をですね、勝ち上がりますと、8時ちょい前に出れるっていう。おお、素晴らしい枠をいただける。フェスティブとか夢宿の前でできるっていう予選がありまして、そうそうそう、という夢の予選がありまして、はい、そちらの方ですね、この2組にも声かけたんですけど、先ほどちょっとスケジュールが無理だということで、なので次回やるときは予選ぜひ出ていただけたらなと思いますんで。素晴らしき。はい、ということでね、日比子ら前回ね、オープニングアクト予選を通って出ましたけど、どんなイベントでした？もう本当にこのすごいイベントのオープニングアクト出れて、ちょっと幸せすぎて、やばかった。幸せすぎて。なるほど。幸せすぎだなったら、もうちょっと声のトーンだけ上げていただく。言わされてるんですかね、そうそうそうね、もしかして。あれですけど、ぜひとも今ね、チケット発売中なんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということでエンディング、そろそろね、おしまいでございますけども、一組ずつ聞いていきましょう。いかがでしたか、スクランブル。うん、はい、初めてバラエティ、はい、うん、とっても緊張して、よくわかん、お地蔵さんみたくなっちゃった。なおでもないよ。かわいい。なんか泣きそうな。どうしたの。なんでなんで。やめちゃうの、どうしたの。うん、やめないで。やめないで。やめないで。大丈夫よ、うん、大丈夫よ、面白かったよ、はい、すごい楽しかったです、またぜひ来てください。さあ、ボバップいかがでしたか。はい、ボバップも初めてバラエティー参加させていただいたんですけど、うん、最終的にはやはり2億点に納得がいきません。そうだよな。ただね、これがバラエティーなんですよ。そう、もう我々にもう少し腕力があれば。そうなんです。我々に、我々に。人間最終的には腕力ですから。絶対嘘。最低のこと言って、はい、ちょっと次にはちょっと腕立て伏せ頑張ってこようかなと思ってます。はい、いただきたい。さあ、そして、日々これいかがでしたか。はい、
ちょっとさっきの傷がまだちょっと癒えてないけど、うん、あ、モノマネの傷が癒えてない、ね、モノマネもね、やっぱ似てるだけが強いんじゃないってことが分かりましたね。そうですよ、面白さですよ、やっぱり。そう、なのでね、結構ね、まあでもああやってね、一つ一つみんな殻を破ってね、バラエティでも活躍できるようにね、うん、だってマオニャンなんかはさ、地元とかだとバラエティ番組出たりとかしまくってるでしょ。って全然そんなこと、いやでも聞いてますよ、なんか全然ないです、はい、呼んでください、お願いします。はい、ということで、はい、次回のトライアイドルは2月の17日月曜日19時30分からでございます、はい、ということで以上トライアイドルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。